こんにちは、田中裕子です。今日は、こう結婚したいのにできないとか、起業したいのにできないとか、なんか人生が前に進まないなとか、あと、まあ、なんか先延ばししてるなっていう方のためにワークをちょっと考えてみました。私自身はなんか結婚別にしなくてもいいし、してもいいと思うし、起業はしてもいいし、しなくてもいいし、どっちでもいいと思ってます。ただなんか、まあ、もったいないなと思うのは、最後に書いたんですけど、まあ、時間も肉体のこの元気さっていうのも限りがあるんですよね。なので、まあ、今の延長にまあ、もちろんパラレルワードでこういろんな可能性があるんだけど、今やっぱ決めることにすごく意味があって、その最高の未来もあればそれなりの未来もあって、まあどっちでもいいんですけど、でも最高の未来もあるんだったら、この限りある人生を有効にこうその人の望みのままに生きてもらいたいなっていう願いがあります。なのでちょっと自分の人生をこう見つめ直すというか、より最高の人生を歩ける生き方をされる方が増えたらいいなと思ってこの動画を作ってみました。はい。で、まず最初に結婚したいのにできないってね、なんか、まあ、多分かなりの女性ですね、かなりの女性で多いものが、その安心欲求、そばにその自分のことを見守ってくれる方がいてすごく安心できしたいっていう欲求と、もう一方の欲求、でも結婚したら自由が減るじゃんみたいな、気にかけなきゃいけないじゃん、お金だって減るじゃん、時間だって減るじゃんみたいな、安心欲求と自由欲求がすごくひしめき合ってる。そことそこのバランスが取れてない、でどっちを取っていいかわからないみたいな、でそのまま先行くみたいなことが結構あるのかなと思いまして、今の例だったら、その結婚したらどんな安心感を得られるんだろうっていうのをまず書いてみたらいいんですよね。でもう一個はその結婚したらどんな自由が奪われるって思ってるんだろうって書いてみたらいいんですよね。で書いてみてこう客観的に見てみるんですよ。で書いて自分の外に出すと初めてね、自分と対話ができるの。頭の中で対話してるのって、なんだろう、ぐるぐる回っちゃってるから、実はねあんまり対話になってなくて、書いてこう客観的に見てその自分と対話できると、体感レベルで自分が本当にどうしたいのか分かることができること多いです。なのでちょっと書き出して客観的に見てもらいたいなと思います。そうすると、どう自分がどっちの方が強くメリットを感じているのか、何に強くデメリットを感じているのか分かると思いますので、それを選ばれると良いかと思います。はい。で2番目が、死を見据えるワークっていうことで、まあ私最初にも言ったんですけど、まあ、時間には限りがあるし、なんか今私も元気に喋ってるけど明日死ぬかもしれないし、明日体が動かなくなってるかもしれない。それでも、今日というこの日が私にとって最善だったなと思えたら悔いはないだろうなと思うんですよね。私やっぱり最後悔いを残して死にたくないなっていう欲求は結構強い人なんですよね。だから今を精一杯生きたいなと思うから、積極的に生きられるし、後悔ない生き方を常にしてられるから、割と前進みやすいというところもあるんじゃないかなと思ってます、自分で。で、でこれすっごい考えてるわけじゃないです、ふって出てくる問いなんですよね、自分の中で。で、このまま今の生き方、考え方、過ごし方をしていれば、死もそのままやってくるわけですよ。よく言うのが、なんか白馬の王子様を待ってる女性多いなと思って、なんかこんな幸運がやってきたらとか、こんな人が現れたらとか、こんな仕事がやってきたらって思うけど、そういう幸運ってね、よっぽど運がいいか、しないと、まあ引き寄せらんないんですよ。なぜかっていうと、今自分がすごく他力型だからよ、そういう時。ある程度やっぱり自力で運を回していると、そういう人は輝いてくるから、そういうご縁とか運もやってきやすいんですけど、他力の時ってやっぱり、なんて言ったらいいのかな、人任せ、運任せだから、そういう人ってあんまり魅力を感じない場合が多いのね。なのでそういうご縁はあまり来にくいから、いつまでも待つっていう、なんかそれこそ限界がある説から言うと、もったいないなみたいな。せっかく生まれてきたんだから、今ある限りある肉体と時間大切にしようよと思うと、今自分でやれることをやって自分の命を、輝かせていった方が、そういう白馬の王子様だったり、いいご縁も早いよっていう感じがします。はい。
で、それをだから待たないで、このまんまの自分の人生をやってった時、このまんまの死を迎えてる確率がすごく高いんですよね、自分が何かを変えない限りよっぽどそういうご縁が来ない限り、うん、そうするとその時って、自分は何を感謝して何に後悔してるのかっていうのをちょっとこれも頭で考えないで書いた方がいいです。そうするとやっぱりリアルに感じるから。で、よく決めるとか決まるって言うんですけど、人ってね、その仮決めでいいのに仮決めをしてないから、流れで生きてるから多分、大きな選択もできないし、積み上がっていかないんですよね、人生が、うん。で別にね、なんかそれは客観視するだけでよくて、責めなくて全然いいんですよ。あ、私ってそうだったんだ、じゃあ変えよって、それくらいの軽いノリでいいと思います。はい。で次が、もし死が3日後とか1ヶ月後とか3ヶ月後で、これは自分がピンときた数入れればいいと思うんですけど、来たら、私は何にやっぱり感謝し何に後悔するんだろう。んで、やっぱり私が感じるには、もし死がやってきた時に後悔することって、失敗して恥じて死ぬというよりも、やれたのにやらなかったなっていうことに後悔するんじゃないかなと思うんです。私はそういうふうに感じていて、なのでやれたのにやんなかったなっていう後悔はしたくないな。もう人生思い切り、ああ、この人生でよかった、この肉体でよかった、この私でよかったと思って死にたい死ぬ時は後悔したくないと思ってるので、なんか結構なんかね、お金がないとできないと思ってる、なんか理解がないとできないと思ってるのかもしれないんだけど、今からできることですっごいいっぱいあって、結構ほんのちょっとした工夫と意思でできることがいっぱいあるんですよ。例えば、よくご相談多いのが、仕事のご相談とか多いんですけど、なんか学びに行きたいんですみたいな、でもお金がないんですって言って、学びってセミナーに行くだけが学びじゃないからね。だから私だったら、気になる人って、なんか、その人がブログ書き始めた当初のものから全部読んでたりします。3年分とかなんでかっていうと、だってその人の、心が知りたいとか、その人の人生が知りたいと思ったら、その無料で読めるものがあったら全部読めばいいじゃんと思うし、なんかで、その人が本出してると思ったら全部買いますね全部買って全部読みます。で、今本って、新刊はね、それなりにお金するかもしれないけど、中古本だったら割と安く手に入ったりするんで、そんなになんか長野から東京のセミナー行くと思えばもう安いもんなんですよ。だって長野から東京行くだけで、新幹線だったら1万2000円かかるからね、別に。でも、だから長野から東京行く良さっていうのは、それだけお金かかるからめっちゃコミットするんですよ、絶対行くみたいなだし、長野に持って帰れば長野で一番なんですよ。もう東京の舞台に選ばなくて楽ちんっていうね行けば商売になるっていうところがあるので、だからなんかデメリットってメリットにもなる、なんか話がそれましたけど、なのでなんかそんなに大きい選択しなければダメだとか焦っちゃうとかではなくて、今からちょっとずつ変化していけばかなり大きい選択もできるし、大きい変化も起こせるので、今あることから一つずつ見つめ直して、こうちょっとずつ今やれることを、だからその無料でブログを読むって全然お金もかからないし、時間だけですからね。で、時間がないと思ってもなんか3ページずつ読んでいけば進んでいくからねそういうふうになんかちょっと私やっぱり主婦なので、時間がなくてやっぱり家族に費やしている主婦の方のためには特にお伝えしたいなと思いました。今回もありがとうございます。